どうもー。なんかね、今5000円が売れたらしいですよ。売れましたね、はい、これが売れたと。ソールドアウトになってますね。ソールドアウトした。なんか今ね、ちょっと打ち合わせというか話してるんですけど、まあ、このね、ジャンさんがそう、なんかさっき話したら、いや僕の石井さん、僕のチャンネルがちょっとあんま伸びないんですよって言ってたんで、まあしゃあなしで僕紹介しておきますよこの YouTube の下にジャンさんの YouTube チャンネルのリンク入れとくんで、まあ、今カメラ転売を教えてます。はい、まあ、田舎で暮らしてて、でしかも今売れたのがこの全く初心者の人状態の人にジャンさんがですね、ご指導ご鞭撻をして売れたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、嬉しい。本当にカメラ転売儲かりますか？めっちゃ儲かります。はい、でもあの今まで10万っていうラインでずっとやってたんですよ。いや、そのやり方をセーブしてたというか、他のこともやりたかったんで、そこをあの4月からちょっと自分の作業を増やしたいなと、カメラの実際の実績を自分の中で増やしたいなと思って20万というところに持ってったら、そこを目指したら簡単にいったっていう。そういった秘訣は、ただ単純に行動量ですね。だから20万ぐらいまでは、20万30万までは単純に副業でやっても行動量だけで全然いいです。行動量です。行動量ね、テクニックとかいらない。まあまあ結論ですね、まあいいや続きはこの YouTube の下に、ジャンさんの入れてるので、ジャンさんがですね、あのカメラ転売のイロハをですね、もう僕みたいにわけわかんない動画もアップしてますけど、いろいろとうんちくが語ってますんで、まあ、多分おそらくもしかしたら、まあ、ジャンさんとそのうちセミナーやるかもしれないんで、おそらくね、多分今ではないですけど、そのうち多分やると思うんで、多分おそらくそういう流れになると思います、そのうち。これからそのうちね。まあ、ジャンさんね、結構その変顔で意気投合してる変顔仲間なんで。もういいでしょ。変顔仲間っていうつながりでなかなかないでしょ、変顔仲間。この変顔セミナーみたいな。変顔セミナー。変顔でしょ。変顔セミナーする？やりますか。じゃあもう決定しましたね。今度は変顔セミナーやることになりましたので、タイトル変顔セミナー。はい、あのセミナーの看板変顔セミナーになりますんで。来る人どんな人っすか。ちょっと変顔セミナーやりますんで、多分もうこれ決まりでいいでね。いいっす、はい、じゃあ変顔セミナー決定で。はい、じゃあそのうち変顔セミナーやりますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、あのカメラ転売ね、稼げるんで、まあ、知りたい人は、まあ、YouTube の僕の下に紹介しておきますんで。すみません、ちょっと武器も必要ですからね。ビジネスには武器が必要なんですよ。武器ね、武器大事ですよ。いや武器も必要ですよ。武器もね、武器必要ですね。もう普通にタバコ吸っててもしょうがないんで、タバコの使い方っていうのは鼻に入れるっていうね。真似しない、良い子は真似しないようにしてください。以上です。